こんにちは。ここではですね、二次方程式の文章題について勉強していきます。僕らがテストでこういう二次方程式を使うような文章題に出会った時ですね、どうすれば正解できるか、その攻略ポイントを一緒に見ていきましょう。で、この方程式の文章題というのは中学1年生の頃からね、付き合うことになるんですが、その頃から意識することっていうのは一緒で、この3点なんですね。具体例を考えようと。で、できるだけ図示できるものは図示しようと。そして大抵は求めたいものを文字で置いて、言われた通り式にすれば答えにたどり着くことができるよと。この3点を意識していっぱい練習していけば、いろんな問題を解けるようになるんですね。それに加えてですね、その各問題ごとに必要な知識っていうのがあります。例えば今回で言うと、ひし形の対角線は直交するよ、ひし形においてね、この対角線は直角に交わるよとか、これ中2の図形のところで勉強しましたね。もしくは直角三角形において三平方の定理っていうのがありました。これは中3で出てきましたね。一番長い辺、斜辺を、まあ、C とかにして、他の2辺をね、A とか B にしたら、斜辺、あ、B ですね、斜辺の2乗、C の2乗は他の2辺の2乗の和、この三平方の定理が成り立つよと。こういう知識をね、加えて、そしてこの3点を意識してやっていけば問題解けるっていうことですね。早速今回のも見ていきましょう。一辺が10センチのひし形があり、もうこの時点で書きます。だってできるだけ図示できるものは図示しようっていうことですもんね。ここが10っていうことです。そしてその対角線の長さの差は4センチであると。で、この辺でうんって思ったら具体例を考えるんですね。じゃあ例えば、じゃあもしも長い方が14センチやったらどうかな、もしも長い方が14センチやったら短い方どうなるかな、差は4センチっていうことやから、ね、ここが10センチになるっていうことがわかるんですね。逆に短い方が20センチやとしたら、長い方は4センチ長い24センチになるとか、その辺をこう具体例を使って編み出していくんですね。で、2つの対角線の長さを求めようと。対角線の長さを求めようと言われてるから、2本あるから両方文字で置くよりも、今回は差が4って言ってくれてるんでね、どっちかを X って置けばいいですよね。例えば短い方を X って置いたら、短い方を X って置いたら、長い方はそれより4センチ長いから X 足すようになると。もちろんこれは逆で、長い方を X って置いて短い方を X 引く4って置いても、これは全然問題ないです。どちらでも大丈夫です。そして何ができるかなという方針を考えたら、ここが直角なんで、そしてここが X っていうことは三平方の定理が使えそうだ。だってここの長さ10ですもんね。三平方の定理が使えそうだ。ここの長さが X やから、対角線はしかも直角に交わるし、それぞれの対角線を2等分するんですね。これは平行四辺形の対角線の特徴でした。だからここの長さっていうのは、この X の半分である2分の X だっていうことがわかるんですね。こっちも同様に、長い方の辺 X 足す4の半分の2分の X 足す4だっていうことがわかるから、あとはここの直角三角形に注目して、三平方の定理、これの2乗足すこれの2乗はこれの2乗っていう式を立てると。そしたら連立方程式になって、あとはうまいこと解いていくことができるじゃないかと。で、実際答えまでたどり着けます。ただ今回の問題に関してはこうやっておいてももちろんいいんですが、ちょっとやっぱり分数になったり数字が大きくなったりしてめんどくさいですよね。だからもっといい置き方があるんでね、そっちの方もぜひぜひ慣れておいてください。難しくなればなるほどこっちの置き方の方が楽になります。それはどうするかっていうと、日本の対角線のうち短い方 X って置くんじゃなくて、こう置くんですね。 2X とあらかじめ2倍しておくんです。だって X って置いたから、その半分のここ2分の X になっちゃったんですね。で、計算がややこしくなったと。それやったらあらかじめここを 2X っていう風に置いといたら、こっちはその半分の X、 使う部分が X になってくれて分数じゃなくなるんですね。で、短い方 2X って置いたら、長い方は差は4センチっていうことだから 2X 足す4になって、ここが 2X 足す4やから、ここの部分、使う部分はその半分の X 足す2になって、すごいすっきりした三平方の定理が使えるんですね。 X2 乗足す X 足す2の2乗イコール10の2乗っていう風になると。で、あとはこれを展開していくだけですね。これを展開したらこうなると。
で100をこっちに移行したらこうなると、でここからここは割るの2をしたらこうなるよと、で因数分解したらこうなるよと、 x は -8 と6だから、x はただ正ですね、対角線の長さやから、対角線がマイナスなんてありえない、だから x は片方だけになるよっていうことです。このね、二次方程式の文章題では両方出てくる、2個出てくるけども両方が答えになるか、はたまたどっちか片方が消えるんかっていうのは絶対考えないとダメです。というのも消えることが多いんですね。実際今回も辺の長さは正だから x は6しかダメだっていう風な縛りがあるんですね。この2個出てきてどっちか片方が落選するっていうのはよくあるんでね、ぜひぜひ意識してください。あとはここまでできればもうほぼほぼ話終わりですね。 x は6やけど僕らは何を置いたかというと短い方に 2x ってしたんですね。だから短い方はこれを2倍してあげないとダメだと、 2×6 の12、これが短い方ですね。でさらに長い方はそれより4センチ長いんで 12+4 で16、つまり2つの対角線の長さは16センチと12センチと分かるということですね。で、不安な人はですね、これを使ってもう一度当てはめてね、ちゃんと本当にそうなるかっていうのを確かめたらいいと思います。ここは16でここが12やったら、ここ8と6になりますね。そしてやっぱり三平方の定理は成り立っていると、だからこの答えは絶対正解だということがわかるんですね。はい、ということで今回二次方程式の文章題について勉強していきました。理解できましたでしょうかね。あとは自分でもノーヒントでできるように類題見つけてしっかり練習しておきましょう。